爆走式、爆読みしていきます。芝線、式、周本儀、第四。礼王、位に尽きて30年、理を好み、英の意向を近づく。大夫、税領夫、礼王をいさめていわく。王室それ、まさに低からんとするか。かの栄光は理をもっぱらにするを好みて、大難を知らず。それ理は百物の生ずるところなり、天地のなすところなり。しかるにこれをもっぱらにするあらば、その害多からん。天地の百物、皆まさにこれを取らんとす、何ぞもっぱらにすべけんにゃ。怒るところは甚だ多くして、しかも大難に備えず、これをもって王に教えば、王それよく久しからんにゃ。それ人に王たるものは、まさに理を導きてこれを昇華に仕官とするものなり、信心百物として、局を得ざるなからしぶるも、なお日に十滴し、恨みの来たらんことを恐るるなり、ゆえに商に曰く、ここに分なる公職、よくかの天に配す。我が常民を立て、何時の局にあらざるなしと。大河に曰く、しきたまいて衆をなすと。これ、理をしきて何を恐るるにあらずや、ゆえによく衆をなしもって今に至れり、今王理をもっぱらにするを学ばば、それかあならんにゃ。筆譜、理をもっぱらにするすら、なおこれを問うという。王にしてこれを行わば、その気するもの少なからん。栄光もし用いられなば、衆必ず破れんと。礼を聞かず、ついに栄光をもって軽視となし、ことを用いしむ。礼王は位について30年の間、礼を好み、英国の意向を親しんで側近にした。大夫の税伯領夫が礼王をいさめていった。王室が衰微することになりましょう。栄光は理を独占することを好んで、そのために起こる大難を知りませぬ。さて、理は百物の生ずる基本であり、天地が万物をなす源泉でございます。これを独占しようとするものがあれば、その害毒は大きいでしょう。なんとなれば、天地間の万物は人々が皆これを取って自分のものにしようとしているのです。どうして独占などできるものですか。もし独占しようとすれば、それを恨み怒る者が甚だ多く、必ず大難が起こるでしょうが、栄光はその大難に備えようとはいたしません。栄光が自分だけではなく、これを王にもお教えいたしますならば、王はどうして安泰でありえましょうや。それ人に王たる者は、理を導いてこれを天地上下に広く敷き広めるべきでございます。信心百物をして、信心神人百物をして、それぞれの天性を尽くし得ないものがないようにして、それでもなお恐れ親しんで慎んで、恨みが起こることを恐れるべきです。ですから、司教の宗章の主文編に、文徳のあるあの公職様は、その美しく大きい徳は天に配する、我が衆民をあまねくりして生活できるようにし、衆民は天文を十分尽くし得ないものはないとございますし、また司教の大河文能編には、文能は理をあまねくために施して衆の王道を成し遂げられたと歌っております。これは公職も文能も利益を広く民に敷き施して、しかも何の来たるを恐れられたことを申したのではないでしょうか。このように戦後の徳によって宗室を完成し、それで今日までのご繁栄を成したのでございます。しかるに今、王は利益を独り占めすることを学んでおられますが、それでよろしいのでしょうか。筆譜が利をもっぱらにいたしましてさえ、これを盗盗みと申します。まして王たる者がこれを行えば、起伏する者がわずかとなりましょう。栄光がもし登用されておそばにおりますならば、衆の王室は必ず衰亡いたしましょう。と堂々たる諫言をしたが、
レオは聞き入れなかった。ついに栄光を用いて慶氏に取り立て国政に当たらせた。王、暴虐を行えて死後なり。黒人、王をそしる。将校をいさめていわく、民命に絶えずと、王怒り、栄の負を得てそしる者を完成しめ、持って継ぐればすなわちこれを殺す。そのそしること少なし。将校を調せず。34年、王ますます厳にす。黒人あえて言うものなく、道路目をもってす。礼を喜び、将校に告げていわく、我よくそしりをとどめたり、すなわちあえて言わずと。礼王は暴虐な祭りごとを行い、奢侈で傲慢であった。州の国民は皆王をそしった。将校は王をいさめていった。人民たちは、王の政令に耐えることはできませぬ。すると王は怒り、英国の御子を召し抱えて、王をそしる者を監禁させ、御子の、カンナギですね、カンナギの報告があると王はこれを殺した。その結果、誹謗する者は少なくなり、諸侯もまた王へ来朝しなくなった。即位34年になると、王はますます監禁を厳しくした。黒人は、あえて言うものはなく、道路であっても口を開かず、目と目で恨みを込めて見合わすようになった。礼王は喜んで将校に罪のごとく告げた。わしはよく人民の誹謗を止めることができたぞ。民は誰もあえて言おうとしなくなった。将校曰く、これを防ぐなり、民の口を防ぐは水を防ぐよりも甚だしい。水ふさがりてついゆるときは、人を損のうこと必ず多し、民もまたかくのごとし。このゆえに、水を治む者はこれを決して導かしめ、民を治む者はこれを述べて言わしむ。ゆえに天使、祭りごとを聞くや、皇帝より烈士に至るまでをして死を剣じ。こうして天を剣じ、死をして書を剣じ。死をして紳士、僧をして不死、門をして少子、百行をしていさめ、諸人をして語を伝え、謹慎をして気を尽くし、親戚をして補い察し、腰をして境界し、危害をしてこれを納めしめ、思考して後王これを侵釈す。ここをもってこと行われてもとらず、民の口あるや、なおどの三線ありて、財をここに置いてかいずるがごとし、なおその厳守、縁欲ありて、衣食ここに置いてか生ずるごとし、口の言の述るや、前輩ここに置いてか起こる、善の行いて灰に備うるは、財用衣食を算するゆえんのものなり、それ民は、これを心におもんぱかり、思考してこれを口に述べ、なしてこれを行わんとす。もしその口を塞がば、それよく幾ばくぞやと。王聞かず、ここにおいて国にあえて言を言い出すものなし、三年にしてすなわち愛ともに背き、礼王を襲う、礼王、帝に出奔す。将校は王の言を聞いてまたいさめていった。これは民の口をおふさぎになったのでございます。民の口をふさぐということは、水をふさぎと止めるよりも危険でございます。水がふさがれていて一時に決壊するときは、人を傷つけ損なうことは必ず大きいのでございます。民の口をふさぐのもこのようなものです。ですから水を治めて水害をなくしようとする者は、水の流れを開き、流通させて水の決壊氾濫の害をなくします。民を治める者は、民が口を開いて自由に議論できるようにしてやるものです。それゆえに天使が政治を取る場合は、皇帝から上司までの信をして、死を剣じて政治の特質を言わしめ、めくらの音楽師は楽曲では不和の気分を述べさせ、記録を司る士官には文書を持って監視の、いさめてとどめる意を上奏させ、祭学の長たる大使には、寛解の文を立てまつらせ、めくらをして慶氏らの献じた詩を歌わせ、召しをして、監視寛解の語を封じさせ、百行をしてそれぞれの儀芸を持って、お上の風書、漢音読みだと風書ですね、風書をさせ、百行をしてそれぞれの儀芸を持ってお上の好みをいさめしめ、
諸人をして自由に意見を言い合えるようにし、謹慎をしてお上を帰省できる道を尽くさしめ、親戚をして己の過失を補って是非を察せしめ、子と死には引用礼法の意義を境界させ、王の師父たる老人には以上のことを整理して王に伝達させ、しかる後に王がそれを取捨選択なさるのです。こういうようにいたしますから、政治は順調に行われて道理に戻りません。民に自由に言える口があることは土地に三川があって、諸々の財貨がそこから生じるようなものです。なおまた土地に原野や湿地や平地や緑地があって、それに相当した衣食の財が生じるようなものでございます。民の口に自由があってこそ、民の良しとし悪しとするところが現れてまいります。その良しとするところを行い、悪しとするところに備えるならば、財物や衣食を豊かに産することになりましょう。一体民というものは心に思うことがあるとそれを口に言い出し、その言ったことを成し遂げて実行しようとするものです。しかるにその民の口を塞いで思うところを言わしめないと、果たしてどれだけの間安寧を保ち得ましょうや。霊王は聞き入れなかった。かくて国内ではあえて政治の良し悪しについて発言するものがなくなった。ところがそれから3年経つと、民は一緒になって反旗を翻して霊王を襲った。霊王はついに山西省の帝の地に出奔してしまった。霊王の太子姓将校の家に隠る。黒人これを聞き、すなわちこれを囲む。将校を曰く、昔我しばしば王をいさむれども、王従わずしてもってこの難に及べり、今王の大使を殺さば、王それ我をもってあだとして恨み怒るとなさんか。それ君に使うる者は剣なれどもあだとして恨みず、恨めども怒らず、言わんや王に使うる王やと、すなわちその子をもって王の大使に変わらしむ。大使ついに逃るるを得たり、この帝の乱に霊王の大使の姓は将校の家に隠れていた。国の人々はこれを聞き知って将校の家を包囲した。将校は言った。昔私はしばしば王を追いさめしたが、王は私の言に従われずにこのような危難に遭うことになった。しかし今王の大使を殺すようなことになると、王は私が私の諫言を聞かなかった王を仇として恨み怒ってそうしたのだとお思いになるであろう。一体君たる諸侯に仕える者は危険に陥っても君を仇として恨まない。たとえ恨んでも怒ったりはしないものと聞いておる。ましてや王に仕える者はなおさらのことじゃ。そこで将校は自分の子を大使の身代わりにして黒人に渡した。大使はやっと危難から脱することを得た。将校、宗公の二将、祭りごとを行い、号して共和という。共和14年、霊王帝に死す。大使姓将校の家に長ず。二将すなわち共にこれを建てて王となす。これを先王となす。先王位につき、二将これを助けて祭りごとを治め、文武成功の威風にのっとる。将校また宗を総とす。12年、炉の武功を来朝す。戦後席を先歩に収めず、各の文庫をいさめていわく不可なりと王聞かず。39年先歩に戦い王の死、教師の銃に排斥す。戦後すでに南国の死を失い、すなわち民を大元に数えんとす。中山歩いさめていわく民は数うべからざるなりと戦後聞かず、ついに民を数う。四十六年戦後法図、故有王旧で、故有王旧、故有王旧列立つ。
商工と周公の二人の大臣が王に代わって政治を行い、後継が共に和して政治を行うという意味で号して共和といった。共和14年に霊王は帝の地で死んだ。この間に太子の姓は商工の家で成長していたので、二人の大臣は共にこの姓を盛り立てて王とした。これが戦王である。戦王が王位につくと、商工と周公の二人の大臣はこれを助けて政治を治め、文王、武王、政王、公王の周王朝初期の威風を手本としたので、諸侯はまた周室を宗主として仰ぎ尊んだ。戦王の12年に魯の武功が来て長した。戦王は桑入れの礼を先歩の積殿で行わなかったので、各の文侯がそれはいけませんといさめたが、王は聞き入れなかった。王の39年になって、先歩で成獣の京の軍と戦って王は大敗した。この戦いで戦王は南方諸国から参加した軍票を失ってしまったので、北辺の大元の人口を数えて新兵を徴収しようとした。中山歩がこれをいさめて、兵を徴収する目的で民の数を数えたりしてはいけませぬと言った。戦王は聞き入れず、ついに人口を数えて兵を徴収した。46年に戦王が崩じ、その子の幽王デツが即位した。幽王2年、青州の三川みな神数、白陽保曰く、州まさに滅びんとす、それ天地の木はその情を失わず、もしその情を誤つは、民これを乱せばなり、養服していずることはたわず、陰迫りて登ることはたわず、ここにおいて地震するあり、今三川実に震するは、これ要素のところを失いて陰に閉ざされればなり、要を失いて陰にあれば元必ず塞がる、元塞がれば国必ず滅ぶ、それ水道潤いて民持ちうるなり、土潤うところなければ民財用に乏し、滅びずして何をかまたん。昔イラクつきて川滅び、川つきて小滅びき、今州の徳二代の末のごとし、その宣言また塞がる、塞がれば必ずつく、それ国は必ず三川による、山崩れ川作るは亡国の長なり、川作れば必ず山崩る、もし国滅びば十年に過ぎじ、数の木なり、天の釣るところはその木を過ぎじと。この年は三川つき木山崩る。幽王の二年に地震があって、青州すなわち後継の渓水、伊水、楽水の3つの川が振動して水があふれ出た。州の大夫の白陽保が言った。州はまさに滅びようとしておる、それ天地の木というものはその順序を失わないのが常の断りである。もしもその順序を失うことがあるとすれば、民すなわちその代表である王の不徳がそれを乱すのである。陽の木が屈服し地上へ出られずにいるところへ、陰の木が迫って陽気で上昇できないようになると、二つの木が地中で戦うことになって地震が起こる。今三川が三つの川が振動したのは、陽気がそのあるべきところを失うて陰気の下に閉ざされたからである。各陽気がそのところを失って陰気の下にあるときは、水源は必ず塞がれて水が枯れる。水源が塞がれると国は必ず滅びる。水と土の二気が相通じて潤うことによって諸物が生じ、国民はこれを用いることができるのである。水源が塞がれて土に潤いがなくなると諸物は生ぜず、国民は財物に欠乏する。そうすれば国は滅びる以外に何があろうか。昔伊水、楽水の二水が枯れて河の国が滅び、黄河の水が枯れて陰が滅びた。今州の徳はちょうど河、陰、二代の末世のようだ。そして水源もまた塞がれた。塞がれれば水は枯れる。国というものは山川の三川の働きによって立つものだ。山が崩れ川が枯れるのは亡国の兆候である。川が枯れれば必ず山は崩れる。
もしこのようだとするなら国が滅びるのは10年とはかかるまい。10は1から始まる数の終わりだからである。天の見放したものは数の終わりまで達しないうちに滅びる。衆はきっと10年以内に滅びることになろう。と、この年、渓水、井水、落水の三川は水が枯れ、木山が崩れた。三年、幽王、宝珠を偏愛す。宝珠子、白福を生む。幽王、大使を敗戦と押す。大使の母は信仰の女にしてこうたり。後幽王、宝珠を得てこれを愛し、信仰を廃し、合わせて大使、義久を去り、宝珠を持ってこうとなし、白服を持って大使となさんと欲す。衆の大使白陽、四季を読みて曰く、衆は滅びんと。昔加工の衰えしより、二つの真理あり、家庭の体にとどまりていいて曰く、我は法の肉になりと、家庭これを殺すと、これを去ると、これをとどめると、牧す。キツなるなし、その泡をこいてこれを収むると牧す、すなわちキツなり。ここにおいて兵を敷きて策してこれに継ぐ。量逃げて泡あり、筆にしてこれを収む。か滅びしときこの木を陰に伝う。陰滅びしときまたこの木を衆に伝う。三代の頃あえてこれを開くものなし、霊王の末に至りて開きてこれを見る。泡手に流れ腹をべからず、霊王婦人をして乱にしてこれに騒がしむ。泡化して玄々となり、もって王の高級にいる。高級の道将、すでに信してこれに会い、すでに敬してはらみ、夫の王して子を産む。恐れてこれをすつ。先王の時、道場を歌いて曰く、縁故起伏、実に衆の国を滅ぼさんと。ここにおいて先王これを聞くに、夫婦のこの木を売るものあり、先王捕らえてこれを陸せしめんとす、にぐ。道において先に高級の道将の捨てしところの容姿の道にいずるものを見、その夜帝を聞き、哀れみてこれを収め、夫婦ついに逃げて法に走る。法費と罪あり、道将の捨てしところの女子なるものを王に入れ、もって罪をあがなわんと乞う。捨てられし女子は法よりいず、これを法事となす。幽王の三年、幽王は法事を溺愛した。宝珠がこの白服を産むと、幽王は大使の義久を拝着しようとした。大使義久の母は白衣の子孫という信仰の娘で、正妃であったが、後になって幽王が宝珠を得てこれを寵愛するようになると信仰を廃するとともに、大使の義久を退けて宝珠を正妃にし、白服を大使にしようと欲したのである。衆の記録官である大使の白陽が、各国歴代の記録を読んで嘆じていった。衆は滅びるであろう。そして獅子によって次のように述べた。昔、加工氏の衰えた頃、二匹の神霊が現れて、かの帝王の宮廷にとどまっていた。そして、我々は法の国の先祖の二君であると言った。かの帝王はこの竜を殺すがよいか、立ち去らせるのがよいか、とどめておくのがよいのか、三者について占ったが、いずれも吉とは出なかった。竜の口から出る正気の泡を恋受けてしまっておくことはどうかと占ってみると吉であった。そこで兵白を敷き連ねて、策にその旨を記して竜に告げた。すると竜は消えて泡が残ったので、それを箱に収めてしまっていた。蚊が滅びたとき、その器を陰に伝え、陰が滅びたとき、またこの器を衆に伝えた。各家、陰、衆の三代にわたって、あえて開くものがなかった。ところが霊王の末年になって開けてみると、泡が宮廷に流れ出し、取り除くことができなかった。霊王は夫人たちを全裸にしてこれに向かって騒ぎ、呼ばしめた。すると、泡はトカゲに化し、王の宝宮へ入り込み、高級の童女のまだ歯が抜け変わらない年頃の子に出会った。そしてその子が口外を刺す年頃になると身ごもり、夫がなくて女子を産んだので、不肖として恐れてその子を道に捨てた。戦王の時代にある道場で、三層の弓、
危機のエビラを売る者は州の国を滅ぼすだろうと歌う者があった。先王がこの動揺を聞いて気にしているところへ、夫婦でそれらの器を売っている者があることを聞いた。先王はこれを捕らえて殺そうとしたが逃がしてしまった。逃げた夫婦はその途中で先に高級の童女が捨てた怪しくも美しい子が路上に置かれているのを見つけ、その夜泣きを聞いて不憫に思って拾い上げ、夫婦は王の国へ逃げ込んだ。後になって王の君が宗室に対して罪を犯したときに、童女の捨てた子が美人になっているので、この女子を王に献上し罪をあがないたいと請うた。捨てられた女子は王から出てきたので王子と名付けられた。雄王三年にあたりて王高級に行き、見てこれを愛す。子白福を産む。ついに信仰及び大使を拝し、宝珠を持って子となし、白福を大使となす。大使白陽曰く、災いなれり、いかんともすべきなしと。さて、雄王の三年、王は高級に行って宝珠を見、これを寵愛するようになり、この白福を産んだのである。こうしてついに信仰と大使の義給とを拝して、改めて宝珠を聖妃とし、白福を大使にした。大使の白陽は言った。宗室の災いが出来上がってしまった。もうどうすることもできない。宝珠は笑いを好まず、雄王その笑わんことを欲す。万法すれどもことさらに笑わず、雄王宝水太鼓を作り、あだの至るあれば、すなわち宝華をあぐ。諸侯をことごとく至る。至れどもあだなし。宝珠すなわち大いに笑おう。雄王これを喜び、ためにしばしば宝華をあぐ。その後死んぜず。諸侯をますますまた至らず。雄王各席法をもって敬となし、ことを用いしむ。黒人皆恨む。赤穂人となり、寧高にしてよくへつらい利を好めるに、王これを用う。また信仰を廃し、大将猿や信仰を怒り、宋征夷拳銃とともに雄王を攻む。雄王、宝華を挙げて兵を召す。兵至るものなし。ついに雄王を李さんのもとに殺し、宝珠を虜にし、ことごとく州の宝を取りて去る。ここにおいて諸侯、すなわち信仰に尽きて、共に元の雄王の大使義給を立つ。これを平王となす。もって州の祭りを法ぜしむ。宝珠は笑うことを好まなかった。そこで雄王は彼女を笑わせてみたいと思って八方手を尽くしたが、ことさらに笑わなかった。雄王はのろしと太鼓を作らせて、あらかじめ諸侯と約束して、あだの侵入があると宝華を挙げ、太鼓を打って諸侯にその急を連絡するようにしておいた。ところがあるとき、理由なしに宝華が上がって、諸侯は皆馳せ参じた。来てみるとあだも何もないので、諸侯は呆然として帰っていった。宝珠はそれを見て大いに笑った。雄王は宝珠を笑わせようとして、わざとしばしば宝華を挙げた。その後諸侯は宝華を挙げても嘘だとして信じなくなり、誰も次第に参集しなくなった。さて雄王は各席法を刑にあげ用いて政治を行わせた。だが黒人は皆これを恨んだ。席法の人となりは口先が上手で、悪賢くてへつらいがうまく、利を好んだ。しかるに雄王はこのような人物を登用し、また信仰費を廃し、その子の義給を大使から退けたから、信仰は怒って、そう、征夷拳銃とともに雄王を攻めた。雄王は宝華を挙げ、あだの来航を告げて諸侯を集め兵を徴したが、また騙されると思ったか、一兵も集まってこなかった。信仰らはついに雄王を離山の麓で殺し、宝珠を虜にし、宗室の宝物をことごとく奪い取って引き上げた。こうなったので諸侯らは信仰に付き従って、共に先の雄王の大使の義給を立てた。これが平王であって、
衆の僧病の祭祀を奉じ行わせたのである。兵を立ち、貧餓死して楽遊に移り、銃の仇を裂く。兵王の時、終始追尾し、諸侯強きは弱きを合わせ、聖祖神神、初めて大なり、祭りごとは豊白による。兵王が即位すると、東の方、楽遊に都を移し、重敵らの来航を避けた。この兵王の時に終始は全く追尾し、諸侯の中の強者が弱者を平等し、特に聖祖神神がようやく強大になり、政治は諸侯の旗頭によって左右されるようになった。四十九年、炉の陰公位につく。五十一年、平王法図、大使説法早く死す、その子輪の立つ。これを漢王となす。漢王は平王の孫なり。漢王三年、帝の宗公長子。漢王礼せず。五年、帝恨み。炉と虚の殿を買う。虚の殿は天子のことを泰山に用いる殿なり。周の平王の四十九年に炉では陰公が位についた。五十一年に平王が奉じた。大使の説法は若字にしていたので、その子の輪を大いに立てた。これが漢王である。漢王は平王の孫ということになる。漢王の3年に帝の宗公が入庁したが、漢王はこれを礼遇しなかった。5年になると帝は礼遇されなかったことを恨んで、炉と話し合って帝に近い炉の拠殿と、炉に近い帝の宝刀を取り替えた。この虚の殿は天使が泰山を祀る費用に充てるところである。将校はこれを自分の領地とすることで、漢王に報復したのである。8年炉、陰公を殺し漢公を立つ。13年、帝を討つ。帝、漢王を赤章す。漢王、去り、帰る。23年、漢王奉じ、五、宗王他立つ。宗王、漢王の八年に炉では陰公を殺し漢公を立てた。13年に漢王は自ら帝を討った。帝は王の軍隊と戦って漢王の肩を射て負傷させたので漢王はそこを離れて国へ帰った。23年に漢王は奉じ、その子の宗王他が王位についた。宗王4年、周公、国権、宗王を殺して王氏、国を他天と発す。新白王に次ぐ、王周公を殺す。王氏国、縁に走る。15年、宗王法事、子、紀王、子生立つ。宗王の4年に、周公、国権なる者が宗王を殺し、宗王の弟である王子の国を立てようとしたが、周の大夫の心白がその陰謀を王に告げたので、王は周公を殺した。王子の国は逃れて縁に亡命した。15年に宗王が法事、その子の紀王、子生が王位についた。紀王三年、聖の漢公、初めて歯当たり。五年、紀王法図。子、慶王、老、立つ。紀王の三年に、聖の漢公が初めて覇者となった。五年に紀王が法事、その子の慶王、老が立った。慶王二年、初め宗王、紀王を平す。死の太を生む、太朝あり。慶王の位につくに及びて、その大臣の縁を奪いてもって言うとなす。ゆえに大夫、偏白ら五人乱をなし、はかりて縁 A の死を召し、慶王を討つ。慶王を恩に走る。すでにして帝の歴による。紀王の弟大を立てて王となす。学、偏部に及ぶ。帝格の君、怒る。四年、帝、核の君と共に打ちて王体を殺し、また慶王を射る。
慶応10年清の観光にたまいて派となす。慶応の2年王は恩に出奔することになるが、これより以前に総王は紀妃の容姿をひどく寵愛し、容姿はこの鯛を産んだ。鯛は王に可愛がられた。慶応は即位するとその大臣所有の縁を奪って金銃を放し飼いにする猶にした。それゆえ大臣の偏白ら5人が乱を起こし、はかって縁と A の軍を呼び寄せて慶応を撃った。このため慶応は恩に出奔した。その後慶応は帝の別途である、帝の別の都である歴の地に移り住んだ。そこで5人の大臣たちは総王の子、紀王の弟の鯛を立てて王位につけた。王の鯛は五大臣との共演で音楽に舞のつく六代の楽をことごとく回せた。帝と閣の二君はこれを怒り、慶応の4年に帝君は閣君と一緒になって王の鯛を撃って殺し、出奔していた慶応を朝廷へ迎え入れた。慶応の10年に王は清の観光に釈を保うて覇者であることを認めた。25年慶応法事、この上王帝立つ、上王の母早く死す、公母慶光という、慶光宿体を生む、慶光に長あり、上王これを恐る、三年宿体重敵と計りて上王を討つ、上王宿体を朝鮮と発す、宿体正に走る。25年に慶応が法事、その子の上王が帝の女王の帝が王位についた。女王の生母は早く死人で慶母を慶光と言ったが、慶光は宿体を産んだ。宿体は慶応に寵愛されたので、女王は己の地位を奪われるのではないかと恐れていた。女王の3年に宿体は女王が恐れていたように、重敵と計りごとを通じて女王を撃った。女王は宿体を中殺しようとしたが、宿体は生へ出奔してしまった。生の観光を冠中をして銃を衆に平らげしめ、衆法をして銃を真に平らげしむ。王昇敬をもって冠中を礼す。冠中辞していわく、神は卑しき勇士なり、天使の自主なる国功のあるあり、もし春秋をセットし来たりと大目を受けば、何をもってかこれを冷戦売信あえて実と、王曰く、九死我何時の君を読みす、我が命に逆ろうなかれと、冠中ついに家計の礼を受けて帰る。9年清の観光出す。12年宿体州に復帰す。清の観光は州の騒動を鎮めるために冠中に命じ、州へ侵入させていた銃を平定させ、七宝に命じて秦に侵入していた銃を平定させた。女王は冠中を冷遇して昇敬の位を与えようとしたが、冠中は辞退をしていった。私冠中は卑しい役人にすぎませぬ。生には天使の命を受けて昇敬となった二人の主神、国司と皇司がおります。もし私が昇敬となったら、春と秋の御招待の節にあの二人が入庁して大命を受けます場合は、王はどういう待遇をなされますか。売信の私といたしましては、あえて辞退いたさずにはおれません。ところが女王は言った。白球の使者よ、わしはお前の今回の勲功を読みするのだ。だから我が命令には逆らわないでくれ。しかし冠中はこれを辞退し、ついに家計の礼遇を受けて生へ帰っていった。女王の9年に生の観光がなくなった。12年生へ出奔していた宿体が州へ帰ってきた。13年帝勝を討つ。王雄孫白服をして勝を壊しむ。帝妃とこれを取ろう。
帝の文皇、慶王の入りしとき、霊皇に爵を与えざりしを恨み、また女王の栄にカットを与えしを恨む。故に白服を取ろう。王怒り、まさに敵をもって帝を討たんとす。風神いさめて曰く、およそ我が州の東に移りしは、神と帝とにこれよれり。死体の乱な、また帝にこれよりて定まりき。今、荘園のもってこれを捨てんやと、王聞かず。13年、帝は勝が帝に背いて栄に属したのを怒ってこれを打った。女王は大臣の勇尊と白服とを帝に使わして、勝を栄に返すように壊しめた。帝は二人の使者を捕らえてしまった。帝の文皇が先に慶王が帝と勝の二君の助けで州に復帰したときに、各校ののみに爵を与え、文皇の父の霊皇には与えなかったのを恨んでいたのと、また今女王が栄に勝を与えたのを恨んだからである。それゆえ白服と勇尊を捕らえて返さなかったのである。王は怒って敵の軍を手に入れて引き入れて帝を討とうとした。大臣の不信がいさめていった。風神ですね、それおよそ我が衆室が当選いたしましたときは、神と帝の力に依存いたしました。また帝の乱のときにも、父君の慶王は帝の力によって平定できたのでございます。今その体温を小さな恨みで捨て去るのは良いこととは思われませぬ。しかし王は聞き入れなかった。15年、王、敵の死を下して持って帝を討つ。王、敵人を徳とし、まさにその情を持ってこうとなさんとす。風神いさめて曰く、兵官宗慶は皆帝の労を受けたり、王、神を捨て、敵を親しむは、従うべからずと王聞かず。15年に女王は敵の軍を招き、これを率いて帝を討った。王は敵の君が協力したのを徳として、その娘をめとって妃にしようとした。また風神はいさめていった。宗室の兵官宗慶の使王は皆帝の功労をお受けになりました。しかるに王は今この親しい帝を捨ててかの敵に親しもうとなされておられます。これには従いかねまする。しかし王は聞き入れなかった。16年、王、敵公を退く。敵人来たり攻めて淡泊を殺す。風神曰く、我しばしば勇むれども従われざりき、核のごとくにしていでずんば、王、我をもって恨めりとなさんかと。すなわちその族を率いてこれにしす。はじめ稽古王子体を立てんと欲す。故に党をもって敵人を開く。敵人ついに州にいる。女王帝に出奔す。帝王を藩に置く。死体たちで王となる。女王の退くるところの鉄鋼をめとりて共に恩におる。16年に女王は風神の官を勇めを用いずに、敵の君の娘祝会、すなわち敵公をめとったが、その敵公が女王の異母帝の王子の祝体と密通したので、王は鉄鋼を退けた。敵はそのことを口実として来襲し、 大臣の淡泊を殺した。風神は、私は以前にしばしば勇めましたが、王は従ってくださいませんでしたので、この乱が起きました。このような事態になりましたのに、私が敵を迎え撃って出ないと、王は私が恨みを抱いているからだとするであろうと言って、その一族を率いて戦って討ち死にをした。以前に慶公は女王でなく自分のこの祝体を王位につかせようと望んでいた。故に敵人が来襲すると、その一党の手引きで敵人を導き入れた。だから敵人は容易に州に攻め入った。女王は敵しかねて帝へ出奔した。帝では王を迎え藩に居住させた。
宿体は即位して王となった。そして女王の退けた宿海をめとって共に恩に居住した。17年上王九王秦に次ぐ秦の文公王を入れて宿体を中枢上王すなわち秦の文公に慶長九子をたまい派となし課題の地をもって秦に跡を20年秦の文公上王を召す上王これに華陽の先祖に返す諸侯ことごとく長数そして意味て曰く天皇華陽に終すと。17年に女王は宿体が王となったことの急変を秦に告げて援助を求めた。秦の文公は女王を州に入れてあり宿体を中殺した。女王は秦の文公の功労を読みし文公に軽玉と公主と弓矢を賜って諸侯の長たる覇者となし黄河以北の華大の地を秦に与えた。20年に覇者となった文公は女王を呼び寄せた。女王は出かけて行って黄河の北部海洋の鮮度で文公と会見をした。諸侯もことごとく来たり返した。春秋ではこの文公が女王を召したのを忌み嫌って天皇が海洋で狩りをしたと書いた。24年秦の文公出す31年秦の勃公出す。女王の24年に三神の秦の文公が亡くなった。31年には畑神の勃公が亡くなった。32年女王法事故慶王人心立つ。慶王6年にして法事故教王藩立つ。教王6年にして法事弟優立つ。これを帝王となす。女王の32年に女王が法事その子の慶王人心が王位についた。慶王は即位6年で法事その子の教王藩が王位についた。教王は即位6年で法事その弟の湯が王位についた。これが帝王である。帝王元年その総王立婚の銃を撃つ。楽に自死人をして宮廷を問わしむ。王王孫満をして答えしめ猛くる虹をもってすその兵すなわち去る。10年その総王帝を囲む帝伯下るすでにしてこれを服す。16年その総王出す。帝王の元年にその総王が立婚におるところの銃を撃ち楽水のほとりに陣を敷いて軍をとどめて兵位を州の近くに示し使者を使わして州室の国宝として伝えている宮廷の大小慶長を問わせた。帝王は大臣の王孫満をして応対させたが王孫満は言葉巧みに総王を説き伏せたので祖軍は立ち去っていった。帝王の10年にその総王は帝を包囲し帝伯は降伏した。その後祖はまた帝を宮に服して独立させた。16年にその総王が亡くなった。21年帝王法事故漢王伊達。漢王13年秦その君霊公を殺し始終を周より迎え盾で東公となす。14年漢王法図故霊王栄心達。霊王24年生の最長その君宗公を死す。27年霊王法図故慶王紀達。帝王の21年に帝王が法事その子の漢王伊が王位についた。漢王の13年に秦ではその君の霊公を殺して孔子の周を周国から迎えて立てて東公とした。14年に漢王が法事その子の霊王栄心が即位した。霊王の24年に姓の西予がその君の宗公を死した。27年に霊王が法事その子の慶王紀が即位した。
慶応18年、皇都大使と姓にして早く出世。25年慶応、師弟を愛し、師長を愛し、これを立てんとごっす。たまたま法図、司会の党、共に立てんごとを争う。黒人長子、毛を立てて王となす。師長、せめて毛を殺す。毛を党王となす。神秘と市長を攻めて会を立つ。これを慶応となす。慶応の18年に慶応の妃の勃興と大使の儒が若死にをした。25年に慶応はその諸長子の長を愛し、これを大いに立てようと望んでいたが、たまたま慶応が報じた。するとこの会が大いに、するとこの会の一党が会を大いにつかせようとして長の一党と争った。黒人は長子の毛を立てて王とした。長は毛を攻めてこれを殺した。毛とは東王のことである。神秘とは長を攻めて会を大いにつけた。これが慶応である。慶応元年、神秘と慶応を異連とす。市長自留し、慶応いることを得ず、宅におる。四年新、諸侯を率いて慶応を州にいる。市長新となる。諸侯を州に築く。十六年、市長の党、またらんのなす。慶応新に走る。十七年新の抵抗、ついに慶応を州にいる。39年生の伝承、その君観光を殺す。41年総陳を滅ぼす。孔子出す。慶応の元年に神秘とは慶応を立てて州に入れようとしたが、長が自立したので慶応は州に入ることができなくて、州の遊の宅に居住した。慶応の4年に秦は諸侯の兵を合わせ率いて慶応を州に入れた。長は敗れて秦家となった。10年に諸侯は秦の途上を築いた。16年に長一党がまた乱を起こしたので慶応は秦へ出奔した。17年に秦の帝皇が慶応を助けて州に入れた。39年には姓の伝承がその君の観光を殺した。41年に蘇が陳を滅ぼした。この年に炉の孔子が亡くなった。42年慶応法事、故元王仁達。元王8年にして法事、故帝王海達。帝王16年、三神智伯を滅ぼし、若ちてその地を保つ。28年帝王法事、長子虚室達。これを愛王となす。愛王立ちて三月、弟主公添いて愛王を殺して自流す。これを死王となす。死王を立ちて5月。小帝海、せめて死王を殺して自流す。これを皇王となす。この三王は皆帝王の子たり。愛王の即位、42年に慶応が報じ、この元王仁が王位についた。元王は即位8年で報じた。この帝王海が王位についた。帝王の16年に漢魏趙の三臣が秦の慶の智伯を滅ぼして、その領地を分け合って領有した。28年帝王が崩じ、長子の虚室が王位に立った。これが愛王である。愛王の即位3ヶ月に弟の祝が急襲して愛王を殺して自立した。これが死王である。始皇の即位5ヶ月に小帝の会が始皇を攻め殺して自立した。これが皇王である。この愛、始皇の三王は皆帝王の子である。皇王15年にして法事、皇異烈王豪達。皇王その弟を河南に奉ず。これを漢皇となし、もっと周皇の官職を継がしむ。漢皇出仕、皇以降代わりて立つ。以降出仕、皇慶皇代わりて立つ。すなわちその少子を京に奉じ、もって王に奉ぜしむ。当衆の慶皇と合す。異烈王23年、宮廷進す。漢魏趙に命じて諸侯となす。
24年法図。故安王恐達、この年唐その西王を殺す。安王たち26年にして法図。故烈王喜達、烈王2年周の大使丹、秦の健康にまみえていわく、はじめ周秦国と相手別れたり、別れて500歳にしてまた会わん、相手17歳にして覇王たるもの遺伝と。皇王は即位15年で法事、その子の異烈王呉が位についた、位についた。これより先、皇王はその弟の慶王黄河の南側、河南の地に法事た、漢口である。そして周公の官職を継がせたのである。漢口が亡くなってその子の異公が代わって立った。異公が亡くなってその子の慶公が代わって立った。慶公はその末子の藩を河南の京の地に報じた。慎んで周王室に仕えさせ、号して当衆の慶公といった。異烈王の23年に周の宮廷が明堂した。漢、魏、趙の三氏が諸侯として認められた。異烈王は即位24年に報じ、その子の安王恐が即位した。この年蘇では盗賊が蘇の西王を殺した。安王は即位26年に報じて、その子の烈王喜が王位についた。烈王の2年に周の大使の丹が秦の健康にまみえて申し上げた。その昔、周と秦とは一つでございましたが、後に別れました。別れてから500年経ちますと、また合して一つとなりましょう。一つになりましてから17年で、覇王として諸侯の頭となる者が出現いたしましょう。10年烈王法図、弟変達、これを剣王となす。剣王5年秦の健康を合す。健康派と称す。9年文武のひもろぎを秦の高校にいたす。25年秦諸侯を周に返す。26年秋、覇を秦の高校にいたす。33年秦の慶王を合す。35年文武のひもろぎを秦の慶王にいたす。44年秦の慶王、王と称す。その後諸侯皆王となる。烈王の10年に王が報じ、その弟の変が位についた。これが剣王である。剣王の5年に秦の健康が三神を破ったのを礼物を持ってお祝いをした。この年に健康は自ら諸侯の旗頭と称した。剣王の9年に秦の高校に文王武王の祭祀に備えた祭肉を保うた。25年に秦は諸侯を周に返せしめて忠誠を誓わせた。26年に周は覇者の号を秦の高校に保うた。33年に周は秦の慶功を餓した。35年に文王武王の祭祀のお供え肉を秦の慶王に保うた。44年に秦の慶王は自ら王を称した。その後漢、魏、趙、西の諸侯らも皆自ら王と称するようになった。48年剣王法図。故新聖王帝達、新聖王立ちて6年にして法事。故丹王円達、王丹の時東西州分かちて治む。王丹都を西州に移す。剣王の48年に王が法事、その子の新聖王帝が即位した。新聖王は即位6年で法事、その子の丹王縁が即位した。丹王の時に周は東州と西州とに分かれて治めることになった。すなわち慶公の長子の武功は河南にいて西州と合し、少子の慶公は洛遊にいて東州と合した。そして丹王は移って西州に都した。
清州の武功の兄弟子子数御所子あり敵として立つるなし芝仙祖王に言いていわく地をもって公子急に死しために大使を小安にしかじと左政いわく不可なり衆気がずんばこれ公の地苦しみて交わり衆にうどからん衆君に誰をか立てんと欲するもってひそかに仙に告げよ仙こうそうしてこれをがするに地をもってせしめんと公にしかずと果たして公子急を立てて大使となす清州の武功の兄弟子が死んだ後には五人の諸子があったが跡継ぎとして立てるべきものがなかったゆえにその真の芝仙が祖王に言うには領地を公子宮に送ってこれを兄弟にしておいてから大使にするよう請願するのが一番よろしいではございませんかするとその真の左政が言うにはそれはいけませんもし衆が聞き入れなかった場合は貴公の知略は失敗に帰しその上衆と外の交際も疎遠になってしまうでしょうそこでまず周君はどなたを大使に立てたいのですかそっと私仙におもらしください仙は祖に乞うてお祝いに祖から領地を献上させましょうと武功へ持ちかけた方がよろしいでしょうよってこの策のようにしたところ果たして周では公子宮を立てて大使とした八年新義用をせむ、そうこれを救う、思考してそう思えらく、衆は真のためにすと、ゆえにまさにこれを歌んとす、祖代衆のために祖王にときていわく、なんぞ衆は真のためにすと思えるの災いなるや、衆の真のためにすること、そよりも甚だしというものは衆をして真にいらしめんと欲するなり、ゆえに衆真というなり、衆、その徳べからざるを知らば必ず真にいらん。これ真の衆王を取るの聖たるものなり、王のために計るに衆、真においてするもよりてこれをよしとし、真においてせざるもまたここにこれをよしとし、もってこれを真に疎くせよ、衆真に立たば必ず栄にいらんと。端王の八年、真は漢の義用を攻めた。祖は漢を救援した。この時周もまた漢の救援に出兵した。ところが祖が周の出兵は秦に加担するのではないかと思って祖は周を討とうとした。祖秦の弟の祖代が周のために祖王に説いて言うには王よ、なぜ周は秦のために出兵したとお思いになるのですか。それは災いのもとでございます。今周が秦のためにすることが衆が祖のためにすることより多いと言いふらすのは衆をして真の勢力下に入らしめんとする真の税客の言葉でございます。ゆえに衆身は一つだ衆身は一つだと言いふらしておるのでございます。衆はこういう状況では衆と真とについての祖の疑いを解くことができないと知ったら衆は必ず真の勢力下に入るでしょう。これは秦が衆を平頓する精妙な計略でございます。ゆえに王のために計りごとを考えるならば衆が秦に親しんでも結構だとし秦に親しまなくても結構だとし我関せずの態度で衆と秦と疎遠になるように仕向けることでございます。そうすれば衆は秦と絶縁し祖に親しみ祖の都の栄に入ってまいりましょう。秦道を領衆の間に借りまさにもって漢を討たんとす衆を恐る。これを貸すときは漢に恐れ貸さざるときは秦に恐る。支援衆君に言いていわく何ぞ人をして漢の公主君に言いて秦のあえて衆を渡りて漢を討たんとするは当衆を信ずればなり。こう何ぞ衆に地を与えて地死を発して祖にゆかしめざる。秦必ずそう疑い衆を信ぜざらん。これ漢打たれざらんと言いまた秦に言いて漢強いて衆に地を与うるはまさにもって衆を秦に疑わせんとするなり衆あえて受けずんばあらずと言わしめざる。秦必ず自して衆をして受けざらしむるなからんこれ地を漢に受けて秦に聞くなりと。秦が東西両衆の間に道を借りて漢を打とうとした。衆は恐れて困ってしまった。
道を貸せば勘が怖いし、貸さなければ真が怖い。紫炎が当衆の武功に言った。なぜ人を使わして勘の公宿に真があえて領衆の間をよぎって勘を打つのは当衆を信じているからでございます。公はどうして衆に地を与えて人質を祖に送らないのでございますか。こうすれば真はきっと勘と外の間に信仰あるを疑い衆も信じないでしょう。そうなれば勘は真から打たれないことになるでしょうと言わせ、また一方真にも人をやって、勘が強いて衆に地を与えるのは衆を真に疑わせようとしてです。立場上衆はあえて勘の預かる地を受けない、与える地を受けないわけにはいきますまいと言わせないのですか。真ではきっと衆に地を受け取らせないようにする言葉が見つからないでしょう。これこそ衆は地を勘からもらい受け、一方では真の命を聞き入れたことになるというものでございます。真清秀の君を召す、清秀の君行くを憎む、故に人をして勘王に言わしめて曰く、真清秀の君を召すはまさにもって王の南洋を攻めしめんとするなり、王を何ぞ兵を南洋に言い出さざる。衆君まさにもって真に辞するをなさんとす。衆君真にいらずんば、真必ずあえて家を越えて南洋を攻めざらんと。真が清秀の君を呼び寄せた。清秀の君は行きたくなかった。そこで人を勘に使わして言わせた。真が清秀の君を呼び寄せておりますのは、きっと王の国の南洋を攻める共同を衆にさせようとするのでございます。王はどうして南洋に出兵してこれを防ごうとなさらないのですか。王が南洋に出兵されれば、衆の君はそれを口実として真に行くのを断れるでしょう。衆の君が真に入らなければ、真はあえて黄河を越えて南洋を攻めたりしないでしょう。当主清秀と戦おうや、勘清秀を救う。ある人当主のために勘王に説きて曰く、清秀は元天使の国にして名器重宝王し、王兵を案じて言い出すなかれ、もって当主に得すべし、思考して清秀の宝必ずもって尽くすべしと。当主と清秀とが戦った。勘王は清秀を救った。ある人が当衆のために勘王に説いた。清秀は元衆の天使の国で、多くの名器や重宝があります。王は兵を抑えて居出さなければ当衆に恩を施すことになりましょう。一方には清秀は王の救援を得ようとして、清秀の宝物をことごとく勘に送ってくることになりましょう。王丹青君に言う。そう、要所を囲む。勘、公と族とを当衆に調す。当衆の君を恐れ、粗大を召してこれに次ぐ。第一枠。君なんぞこれを憂えん。心欲勘をして、公と族とを衆に調することなからしめん。またよく君のために公とを得んと。衆君曰く、死、まことによくせば、こう、国をもって死に帰還と。清秀の丹王が清君に言った。蘇が、漢の地の要旨を包囲した。漢は武装兵と糧食等を当衆から挑発しようとした。当衆の君は恐れて遊説家の蘇代を召して相談をした。蘇代は言った。君よ、どうしてそんなことでご心配なさるのでございますか。真、私は官に武装兵と糧食等を当衆から挑発させないようにいたしましょう。またよく君のために官のコートを衆へもらい受けましょう。当衆の君は言った。もしそなたがそんなことができるのであれば、衆の国のすべてを挙げてそなたに任せよう。第、漢の小国にまみえていわく、そう、幼少を囲むや三月を着せしなり、
今五月にして抜くことあたわず、これそう疲れたるなり。今小国、すなわち公と族とを衆に長するは、これそに疲れたるをつぐるなりと。祖代は漢の小国の公中氏にお目にかかっていった。祖が陽子を包囲するにあたっては、3ヶ月で落とし入れる予定でございました。ところが今、すでに5ヶ月を費やして陽子を抜くことができませんが、これは祖が疲弊しておるからです。今、小国が武装兵と糧食を州から挑発しようとしておられますが、これは漢が疲弊していることを祖に教えるようなものでございますぞ。漢の小国曰く、よし、死者すでに受けりと。大曰く、何ぞ州に行こうとを与えざると。漢の小国、大いに怒りて曰く、我、公と族と州に長することなくんば、またすでに他なり、何のゆえに州に行こうとを与えんにゃと。大曰く、州に行こうとを与えば、これ州、折れて漢にいらん、真これを聞かば、必ず大いに怒らん。衆を怒らば、すなわち衆の使いを通ぜざらん。これ破れたる功と思って、まったき衆を売るなり、何すれぞ与えざる。と小国曰く、よし、と。果たして衆に功とを与おう。漢の小国、漢の小国、孔中氏が言った。なるほど。そなたの言うことはもっともじゃ。しかし、死者はちょうど今頃は出かけてしまったぞ。祖代は言った。どうしてコートを衆にお与えにならないのですか。漢の小国公中氏は大いに怒って言った。私が武装兵と糧食を衆から挑発しないだけでも衆はすでに他とすべきであるのに、なぜその上にコートを衆に与える必要があるのじゃ。祖代は言った。コートを衆へお与えになれば、州は官に折れてきて官に組みすることになります。神はそれを聞けばきっと大いに怒るでしょう。神が州を怒れば、州の使者を通さず州との交わりを断つでしょう。すなわち官は疲弊したコートをくれてやることで、完全な州を味方に売ることになりますぞ。どうしてコートを州にお与えにならないのですか。官の小国公中氏は言った。なるほど、その通りじゃ。漢は果たして州に公都を与えた。34年、祖霊州君に言いて曰く、神官義を破り。もとい、34年、祖霊州君に言いて曰く、神官義を破り、支部を倒し、北の方、長の林理石を取りしは皆発揮なり。これよく兵を持ち、また天命あり。今また兵を率いて祭を入れ領を攻む。領破れなば、すなわち衆危うからん。君何ぞ人をして発揮にとかしめざるや。いえ、祖に妖勇気というものあり、社をよくするものなり。流用を去ること百歩にしてこれを言い、桃旅発して桃旅これにあつ。左右見る者数千人、皆いわくよくいると。一夫ありてその傍らに立ち、いわくよし、社を押しうべしと。妖勇気怒り、弓を捨て剣を握りていわく、かく、いずくんぞよくわれに社を押しえんにゃと。かくいわく、我よくしに左を支え右をかがむる右をかがむるを押しうるにあらざるなり。それ流用を去ること百歩にしてこれを言い、桃旅発して桃旅これにあつるも善をもってやめず、しばらくして気衰え力うみ、弓反りやかがまり、ひとたび発して当たらずんば、桃旅発せし者ことごとくやまんと。今漢義を破り、支部を倒し、北の方長の林理石を取りしは甲の甲を押し、今また兵を率いて祭を入れ領衆を過ぎ、漢に背きて領を攻む、一挙してずんば、前の子をことごとく捨てられん子、病と称していずるなきにしかじと。丹王の34年に、祖代の弟の祖霊が衆の君に言って言うには、神が漢と義を破り、
魏の将軍シブを倒し、北の方は三世の林李石を取りましたのは皆八旗将軍の功でございます。八旗は巧みに兵を用いたが、また天佑もございます。その八旗が今また兵を率いて、カナンの遺穴の要塞を入れて、魏の都であるカナンの大領を攻撃しようとしております。もし領が破れると州が危うくなります。君にはどうして人を使わして八旗に次のようにおとかせにならないのですか。すなわち、祖に楊勇気という者がいて弓の名手だった。細い柳の葉を百歩離れたところからいて百発百中した。左右の見物人が数千にいて皆うまくいると褒めた。ところが一人の男がその傍らに立っていたが、よろしい、これなら弓術が教えられるぞと言った。楊勇気は怒って弓を捨て剣を取っていった。お前、どうしてこのわしに弓術を教えることができるとするのか。その人は言った。私はあなたに左手を張り支え、右手をかがめて矢筈を持つ術を教えようとするのではない。それ柳の葉を去ること百歩で百発百中する。見物人がうまいと言っているうちにやめないと、しばらくして気力は衰え、産み疲れて弓は反り、矢も曲がってしまうであろう。そして一発でも的中しない場合には、先の百発百中した称賛の声もことごとくやむことになるだろうと戒めたということですぞ。あなたにもこの話と同じことが言えます。今漢と魏を破り、渋を倒し、北の方乱離席を奪取するなど、そなたの功績は偉大です。あたかも楊勇気が百発百中しているようなものじゃ。ところが今また兵を率いて遺穴の席を出て領州を過ぎ、漢を背にして領を攻めようとしておる。もし一挙に領を破ることができないと、先の功績はことごとく捨て去ることになるであろう。あなたは病気だと称し、出陣しない方が良いのではなかろうか。42年、新海王の約を破る馬藩周君に言いて曰く、こう領をして周に気づかしめんと。すなわち領王に言いて曰く、周を病む。もし死せば、すなわち藩必ず死せん。藩こう宮廷をもって自ら王に入れん。王、宮廷を受けて藩を図れと。領を曰くよしと。ついにこれにそっと与え、周を守るという。よって新王に言いて曰く、領は州を守るにあらたるなり、まさに州を打たんとするなり、王を試みに兵を境にいだし、もってこれに示せと。新果たして兵をいだす。また領王に言いて曰く、州を病い言えたり、藩こう後に家にしてこれを伏せん。今王をそっとして州にゆかしめ、諸侯皆心を生ず。後ことをあぐとも、まさに死んぜざらんとす。そっとして州のために気づかしめ、もって時短を隠すにしかじりと。領王いわくよしと。ついに州に気づかしむ。丹王の42年、秦が魏の華陽で結んだ秦魏の漢の和平の盟約を破り攻略をしてきた。州の秦の馬藩は州の危ういのを感じ、州の君にお目にかかっていった。領に話をいたしまして、我が州に城を築かせましょう。そして偽りの言葉で領王に申し上げた。州王は今ご病気でございます。そして秦の強兵が国境に迫っております。我が王が死なば、この藩もまた国が敗れて死を免れませぬ。藩は州の宮廷を王に差し上げるようにいたしますから、この藩の身の上についてもお助けくださるようお計りくださいませ。両王はよろしいと言って馬藩に兵を与え、州を守ることを宣言した。すると馬藩は今度は秦王に言った。両は州を守るために兵を出したのではございませんぞ。州を打とうとしているのです。王よ、
試みに国境に兵を出し、真の武威を領にお示しくださいませ。真は果たして出兵した。そこでバハンはまた領王に言った。今周王の病が癒えましたので、宮廷を運び出すことができなくなりました。後で良い折に宮廷を運び出すことにいたしましょうぞ。ところで王が領の兵を周へお入れになったので、諸侯が王の心を疑おうておりまする。これでは後日周のために王がことをお挙げくださっても、諸侯は王を信用しないでしょう。ですから王が周へ入れた兵に命ぜられて周の城を築かせ、出兵は築城のためであったことにいたしまして、こたびのことの次第をお隠しになるのがよろしいのではありませんか。両王はそれがよいと言って、ついに周に城を築かせた。45年、周君秦に行く。各周主に言いて曰く、公秦王の功を褒め、よって王をもって大公の用地となすにしかじ。秦王必ず喜ばん。これ公秦の交わりあるなり、交わりよくば周君必ずもって公の功となさん。交わりあしくば周君に勧めて秦にいらしめし者を必ず罪あらんと。丹王の45年に秦の君が周の君が秦に言った。遊説の客が周の公子周主に言った。公には秦王の功臣をお褒めになって、周の領地の王を秦の将王の母君である仙太公の当時保養状としてお送りになるのが最良のことでございます。そうすれば秦王はきっとお喜びになりましょう。これは公のお力で秦との交わりを得ることになりまする。秦との交わりがよくいけば、周の君はきっと公の功績だと思われるでありましょう。秦との交わりがよくいかなければ、周の君に勧めて秦に行かれるようにしたものがきっと罪されることになりましょう。秦が周を攻めようとした。周の公子周主は秦王に言った。もとい、秦周を攻めんとす。周主秦王に言いて曰く、王の計りごとをなすに周を攻めざれ、周を攻めるは実はもって利するに足らずして、名は天下を恐れしめん。天下名をもって秦を恐れば、必ず貧がしの方姓に合戦兵周に疲れ、天下を姓に合せば、すなわち秦王たらじ、天が秦を疲れしめんと欲し、王を進めて秦を攻めしむ。秦天下のために疲れなば、すなわち礼行われざらんと。秦が周を攻めようとした。周の公子周主は秦王に言った。王のために計り考えますると、周をお攻めにならない方がよろしいでしょう。周を攻められても秦の利益とするには足りませぬ。逆に天主を攻めたという風評で天下を恐れさせましょう。天下がそういう風評で秦を恐れますと、必ず東の方では結束して姓に合一いたしましょう。兵が周と戦って疲れ天下をして姓に結合させたのでは、秦は王者になれませぬ。天下の諸侯は秦を疲弊させようとしておるのでございます。ですから天下は王を進め、周を攻めさせようとしておるのでございます。王がこの策に気づかずに周を攻め、周と共に疲弊されたならば、秦の異例は天下に行われませぬぞ。58年、三秦秦を防ぐ。周その小国をして秦にゆかしむ。秦の軽んずるをもってや、その功を返さんとす。各小国に言いて曰く、秦の慶寿はいまだ知るべからざるなり、秦三国の情を知らんとおす。五、急に秦王にまみえて、こう王のために東方の変を帰還というにしかじ。秦王必ず功をおもんぜん。功をおもんぜば、すなわち秦周をおもんじ、周もって秦を取るなり。姓のおもんずるは、すなわちまことに周主ありてもって姓を治めたればなり。
これ衆常に十国の交わりを失わざるなりと信州を信じ兵を発して三進を攻む。丹王の58年に漢、魏、趙の三進が協力して秦を防いだ。秦はその時小国を秦に行かせて国交を通ぜしめた。ところが秦の小国は秦が秦の使者である己を軽んじたという理由で途中から引き返そうとした。遊説の客が秦の小国に言った。秦があなたを軽んずるか重んずるかはまだ知ることができませぬ。秦は三進の実情を知りたがっております。あなたは急いで秦王に謁見なさり、どうか王のために東方の三進の返事を探らせてくださいとおっしゃるのがよろしいでしょう。さすればきっと秦王はあなたを重んずるでしょう。あなたを重んずることは秦国を重んずることで、かくて秦は秦と国交を信仰を得ることになります。今東方の姓は秦を重んじておりますが、これはもちろん秀主が努力して生徒の信仰を勝ち得たのでございます。こうなれば秀は常に強国との信仰を失わないことになりまする。かくて秦は秀を信じ兵を発して三進を攻めることになった。59年秦漢の養生の負傷を取る清州を恐れ秦に背き諸侯と約章し、天下の英士を率いて池と入れて秦を攻め、秦をして養生に通ずるを得るながらし面とす。秦の将を怒り将軍休をして清州を攻めしむ。清州の君秦に走りて頓首して罪を受け、ことごとくその有36公3万を剣ず。秦その剣を受けその君を州に返す。丹王の59年に秦が漢の養生の不所定を攻めて奪い取った。清州は恐れて秦に背き諸侯と合唱の策を取り、天下の精鋭を率いて井穴から出陣して秦を攻め、秦軍が不所から養生に通ずることができないようにしようとした。そこで秦の将王は大いに怒って将軍の窮をしてまず手近な清州を攻めさせた。清州はたちまち敗れその君は秦に至り、頓首して秦に背いた罪を受け、その領有36と人口3万とを秦に献上した。秦はその献上物を受け取ってその君を州に返した。州君王丹出す。州の民ついに東に逃ぐ。秦宮廷放棄を取りて清州公を丹湖に移す。後七歳秦の宗上王は東西州を滅ぼす。東西州皆秦に入り州継ぎで祀らず。丹王の59年に秦がこの年周王の丹が死んだ。清州の民は秦の民となることを嫌って東方へ逃げた。秦は周の宮廷と貴重な宝器を取って清州の君である文公を丹湖に移した。その後7年経つと秦の宗上王は東西の州を滅ぼした。東西州の領土は皆秦のものとなり、宗室は37州867年でついに耐えてしまって宗廟を祭祀するものがなくなった。太子公曰く、学者皆少数、周中を打ち楽遊によると、そのじっとすぶるに叱らず、武王これを営み西王将校をして凶牧し宮廷を犯しむ。周また奉公に都す。賢獣雄王を破るに至り、周すなわち貧賀しして楽遊に移る。いわゆる周公筆に葬らるの。筆は甲の東南の東中にあり、
神秀を滅ぼし、漢を懲りて94歳にして、天子政に泰山に奉仙とし、東に遵守し、河南に至り、秀の廟栄を求め、その後の河を30里の地に報じ、号して秀の指南君と言い、烈公に比し、もってその仙の祭祀を奉ぜしむ。太子公が総論して言うには、従来学者は皆、秀は忠を打って落雄に都したと称しているが、その事実を総合して考えてみるとそうではない。武王が落雄を造営し、西王の時に将校をして居城を占わせて落雄に宮廷だけを置いて、据え置いて秀はまた元の方向に都していた。後に賢柔が幽王を破るに至って、秀は東して、落雄に移ったのである。いわゆる処刑習慣の処刑習慣の秀公は筆に葬られたの筆は、後継の東南の森の中にある。秦が秀を滅ぼし、漢が起こってから90年余り経って、天子の武帝が泰山で山の祭りの奉禅を行おうとして東方に遵守した時、河南に至り、秀の後裔を探し求め、その子孫の家というものを30里の地に報じ、号して秀の指南君と言い、これを諸侯と同等に扱って秀の先祖の祭祀を執り行わせたのである。以上、秀本義第四終わる。はい、ノンストップでですね、昨日の続きから読ませていただきました。秀はちょっと長かったですね。秦もやっぱり長くて、始皇帝が一番長いので、ね、ちょっとね、読むの厳しいですけど、頑張って読んでみたいと思います。それではまた、皆さんありがとうございました。それではまた後ほどありがとうございます。ごきげんよう。